平安女学院内に布設する聖アグネス協会学校法人平安女学院は大学、短期大学、高校、中学校、幼稚園を運営する学校法人。聖アグネスを守護聖人と仰ぐ。米国聖公会から派遣された教師によって開かれたキリスト教主義学校である。本部は京都府。略称は平良女。期限は1875年。 米国政公会から派遣されたアメリカ人教師のミス・エレン・ガードルード・エディが当時手伝っていた男子学校に英語を習いに来た女子生徒を引き取って始めたミス・エディ・エス・スクールである。1880年名称をテラシアン・女学校と改めたである。1894年京都への移転のため16人の生徒を立教女学校へ転校させ一時閉校となった。 翌1895年、現在の名称である平安女学院を名乗り再出発する。日中戦争が始まり、戦争の拡大が濃厚になってくると、学院の外国人教師も相次いで帰国し、1941年には京都教区のニコルス主教も帰国することとなった。この際、ニコルス主教が学院の土地、建物を日本成功会へ寄付したため財団法人となる。 他にも帰国した教師と牧師たちが多数の書物を学院の図書館に寄贈した。戦後は1947年に平安女学院中学校を設置、翌1948年に平安女学院高等学校を設置、さらに1950年に専攻部を昇格させ、平安女学院短期大学を発足させていき1951年に学校法人となる。 1987年短期大学と幼稚園を大阪府高槻市へ移転2000年に平安女学院大学を設置するが2005年に森山キャンパスを閉鎖、高槻キャンパスに統合移転した。また2007年には京都キャンパスに国際観光学部が開設された。平安女学院大学京都キャンパス平安、女学院大学高槻キャンパス平安、女学院大学は 2000年に開設。開設時には、滋賀県森山市と大阪府高槻市、南平台にキャンパスがあったが2005年度から、高槻市のキャンパスへ、統合。2007年に、京都府京都市にも開設。本部と京都キャンパスの所在地は、京都府京都市上京区下立売通りカラスマニシール5丁目、町172のに高槻キャンパスの所在地は、大阪府高槻市。 南平台五丁目八十一の一平安女学院大学短期大学部は京都府京都市2895年開設の高等科を前進とする。1950年に短期大学に昇格2002年に大学に統合され、短期大学部に名称変更所在地は大学の高槻キャンパスと同一。平安女学院高等学校は百四十八年に 開設。所在地は大学の郷土キャンパスと同一。平安女学院中学校は1947年に開設。所在地は大学の郷土キャンパスと同一。平安女学院幼稚園は1915年に開設された生産11幼稚園を起源とする幼稚園で学院内では唯一男子を受け入れている。幼稚園遠隔。 編集1915年に、生産1幼稚園として、タッカー主教によって、京都市上京区カラスマ2上調者町下るに設立された。2年後の1917年に、京都市上京区室町通りした立売り下るへ移転し、1921年には、名称を平安幼稚園へと変更する。さらに1941年に、財団法人、1951年には、 学校法人となる。1966年に名称を平安女学院幼稚園へと変更する。1969年に京都市上京区衣棚通り下立売り下るへと移転する。1987年に平安女学院短期大学とともに高槻市南平台の高槻キャンパスへと移転する。1895年の寺市安女学校の 京都移転及び平安女学院開校時から使用されている。現在は大学、高等学校、中学校、学院本部が置かれている。1987年の高槻キャンパス設置までは短期大学部、幼稚園も置かれていた。最寄り駅は京都市営地下鉄、唐間線丸田町駅。1987年の短期大学と幼稚園の移転によって設置された。 現在は、大学、短期大学部、幼稚園が置かれている。最寄り駅は、JR 京都線高月駅及び阪急京都線高月市駅。2000年の大学によって設置されたが、2005年4月に高月キャンパスに統合、閉鎖された。建物は改装、増築の上立命館主山中学校、高等学校となった。最寄り駅は、東海道本線森山駅。 平安女学院大学チャペルセアグネス領イギリス人建築家 AN ハンセルの設計により1895年に建設される設計には当時のイギリスの最新建築様式である安城様式が取り入れられた国の登録有形文化財である昭和館設計はアメリカ人建築家 JVW バーガーミニー構造設計は 内藤太中が2内1929年に、竣工した SRC 作りの校舎建築である。間口18メートル、奥行き55メートルの規模を持つ、国登録有形文化財。旧アリス川のみ焼け邸の一部。母屋、聖天門、長屋門は、国の登録有形文化財に登録されている。聖アグネス教会聖アグネス教会は、アメリカ人建設家。 ジェームズ・ガーディナーにより、1898年に、平安女学院のチャペルとして建てられた。建設当時は、聖三一大聖堂と呼ばれていたが、1923年から、聖アグネス教会となり、現在に至る、京都市指定有形文化財である。なお、春工直後の学院立志には、当の門が聞くと紛らわしいので、取り替える。 要警察から指示を受けたという内容の記述が残っている。高知の大部分を占める武衛人帳は、室町幕府の官僚である柴氏の邸宅、壁の工事邸跡で、武衛人の名は、同志が武衛家と呼ばれていたことに由来する。また、室町幕府後期の将軍御所が置かれた場所でもあり、第十三代将軍、足利義輝及び、第十五代将軍、足利義明が、 旧二条城を築き幕府を運営していた。高知の一角に石標が設けられている。交渉は1894年に作られたもので、平らを図案化したものであるが、同時に、コリントンの信徒への手紙113章13節それゆえ、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛であるに由来する、信仰、希望、愛の三つ。 精神を表している。制定当時の交渉は、後のものよりも線が太いものであった。関係校については、日本政公会関係の学校を参照。ありがとうございます。